はい、部長、金子でございます。ということで、今日なんですけども、朝早起きできましたので、市場にやってきました。こんな日は魚介が食べたいですよね。なんかね、今日面白い魚買いたいですね。やっぱり、オオカミウオの貝とか、キングサーモンもそうですけど、珍しい魚、そういった魚っていうのはね、皆さん興味とてもあると思いますんで、今日なんか面白い魚、普段買わないようなもの、売ってましたら買って、で、冷蔵庫で今、生マグロを熟成してて、ちょうどいい感じになってるんですよ。マグロプラス、その面白い魚で、お昼ご飯作っていきたいなと思います。でマグロはね、今日僕の大好きなマグロ丼を作っていきたいと思います。ちょっとね、作り方があるんですよ。とりあえず行きましょう。大煮目でかいな。これはね、大煮目も珍しいけど結構あるんで。青かった。カワハギもあるけど、まあ、ちょっと今旬じゃないので、避けましょう。あ、いい。岩ガキが。でかいね。時期ですね、岩ガキもね。岩ガキもまた動画にします。あ、そうだ。僕ね、この前、すごい面白いとこ見つけたんだ。普段行ってるお店の奥にすごいいろんな魚が置いてあるエリアを見つけたんですよ。そうだ、そこ行きましょう。お、ちょっと今日は動画撮らせてください。はい、どうぞ。これ、こんなっすよ。やばないですか。はい、どうも。でね、面白い魚も多いんですよ。今日なんかおすすめとかありますか。あります。今日はこれがいい。高部。あ、高部だ、これ珍しい。はい、あとは金目鯛スペシャル。うわ、超えてます。はい、これも超えてます。あと輪島と勝浦から黒蜜スペシャル。スペシャル今日黒蜜いいっすよね。今日黒蜜最高っす。いいのがあって、あんこうの湯引き、輪島の甘い水質がいいで、輪島のあんこうでしかできない。なるほど。変わったこと、鬼カサゴね。出た鬼カサゴ。鬼カサゴ赤魚、目抜けた。目抜けた赤魚ですね。え、何これ、初めて見た。マジで変な魚ばっかし入れるんですよ。いつも来ると絶対 2,3 品ぐらい何これってやつあるんですよ。おかげさまで変態です。発覚。はい、これめちゃうまいですよね。これなんですか。このこれはスジアラです。スジアラっすよね。スジアラ今ちょっと軽く寝かしてます。油っぽいのされてる。うん、浮かしすぎてすき引きして。これ気になるですね。お食べもらおっか。これかお刺身が。お刺身、炙り、握り。あ、これはつぶ貝、のとつぶ貝。のとつぶ貝。はい、日本海で取れるつぶ貝ですね。なんか初めて見た。これももらおうかな。これお刺身で。あ、ありがとうございます。お刺身ですもんね、これ。もちろん。というわけで、今日は高部とのとつぶ貝、購入しました。あとは家にあるマグロで昼飯作っていきたいと思います。それでは帰宅。ただいまということで、帰ってまいりました。というよりかは、あれから2日経過しました。本日買ってきたものこちらですね。これ珍しいですよ。高部っていうお魚ですね。高部とあとつぶ貝で買ったんですけど、多分これね、松部ではなくてセイタカエゾボラじゃないかなと思います。結構水深の深いところに生息してる貝で、だいたい 200m ぐらいの水深のところにいる貝みたいですね。食べ方は松部貝とかと一緒ですね。で、この高部っていう魚は英名だとイエローバターフィッシュって言うんですって。夏になると非常に脂の乗りが良くなる、そんなお魚です。これも内臓を抜いて真空パックにして氷水で冷やし込んでたんですけど、内臓、これ画像見てください。すごかったですよ。パンパンでした。お腹の中内臓脂肪しかなかったですね。まあ、本当に知る人が知るというお魚ですね。これね、釣りでもたまに釣れます。綺麗なところでね、釣れますんでね。防波堤とかでも普通に狙えるお魚でございます。そして今日はそれとは別に、じゃーん。マグロですね。これが食べ頃です。透過熟成の塩釜産の天然生本マグロですね。ちょっと色はね、表面はくすんでると思いますけど、それぐらいがうまいんですよ。あ、でもそんなにあれか。うん、そうですね。うわー、うまそう。あー、いい匂い。おっと、危ねえ。まだまだ寝かせれますね、これ。というわけで本日こちらのマグロ高部、セイタカエゾボラを使って、高部とセイタカエゾボラはお刺身で2品盛りを作りましょう。そして、こちらのマグロを使って、僕が思う最高の生マグロ丼を作っていきたいなと思います。今日は動画の後半でスペシャルな告知もありますので、ぜひぜひ最後まで僕の動画見ててくださいね。ではやっていきたいと思います。まずはじゃあ、そうですね、マグロから柵取りしていきましょうか。ではまずこちら赤身を跳ねちゃいますね。はい、赤身。そしたら血合いを外します。よいしょ。そしたら今日はこの中トロのこの血合い石、ここ使っていきます。
で全部おろしたいところは山々なんですけど、これ全部おろしちゃうとすぐ使わないとダメなので、もう少し熟成を進めたいです。その場合はこの状態でペーパーを巻いて冷蔵庫で保管していきます。これが中トロですね。でこちらが赤身ですね。赤身は血合いがついてますので血合いを外していきます。今日のマグロ丼はですね、赤身と中トロをふんだんに使った、そんな丼にしたいんですよ。でこの赤身も大事です。うまそうな赤身これ、うわー上等ですね。はい、赤身と中トロおろし終わりました。あとは切って盛り付けるだけなので少し冷蔵庫で寝かしておきます。そしたら高部をさばいていきましょうか。はい、これお腹の中油がすごいですね。小さい魚でもすごい油乗る魚は乗るんですよ。季節と海域によるんですけどね、この高部は素晴らしい。ちょっとこの黄色と青っぽいボディがなんだか食欲をそそらない色なんですけど、おろしてみたらあらびっくり、包丁入れてる段階ですごいですよね。油が気まぐれブルーにびったりついてますから、うわバターフィッシュとはよく言ったもんですね。本当にバター切ってるみたい。ほらいい魚、これはね高級なお寿司屋さんも持ってくような魚ですね。あそこの魚屋さん本当面白い魚いっぱいあります。で面白いだけじゃなくてクオリティがいいんですよ。本当に魚好きな大将なんですよ。ちょっと変な人だけど、またあそこで買い物したいと思います。はい、そしたら血合い骨を抜いていきます。抜きやすいですね。なんかねアジみたい。こう血合い骨もすごいわこれ。血合い骨油びっちりだ。ここに油が乗るタイプなんですね。でね血合い骨はかなり太いですね。で片方は皮引き、片方は炙りでいきましょうか。うわ皮目こんな感じで、こちら側は炙りで少し切れ込みを入れておきましょう。軽くピンクソルト炙ります。うわすごい黄色い油がじゅわーっと出てきましたね。うまそう。やっぱ切れ込み入れると縮まりにくいですね。そしたら皮目を下にする。うわすごっ、何これサラダ油みたい。ほんと黄色いんだ油が。こうやって皮目を下にすると縮まりにくくなる。はい、そしたら冷蔵庫で寝かしておきます。粒貝いきましょう。今日は貝殻も使いたいので貝殻残して身を抜いていきます。まずこういう風に向けて、ここからまっすぐ行ったここら辺、ここら辺に穴を開けます。アイスピックとか目打ちで、はい、こうやって穴を開けます。くるくるくるっと穴が開きました。これ簡単にね穴開きますね。殻は比較的柔らかい。そしたらここを差し切ります。くりっくりっと穴から入れて、こういう動きで身を断ち切ります。何回もグリグリとやるとほら少しずつグラグラしてきましたね。で断ち切れるとこうやって中身が出ますので綺麗に取れました。うん、粒貝よりさばきやすい。そしたら汚れを取っていきます。結構ほらこうやってね汚いんですよ。この貝はねドロドロです。まずは蓋を外して、内臓のところですね、ここは取ります。でこのひらひらのところは食べられます。でこの肝のところ、ここも、ま、食べれるとは思うんですけどちょっとね癖があります。僕は好きなんですけど、ま、好き好きで食べる方は生で食べてもいいと思いますし、ちょっと茹でてもいいと思います。僕食べるんだったらこれ生で食べるのが好きですね。でちょっとでも鮮度的に今日2日経ってるので生はやめときましょう。まあ、貝自体は、うん、生きてるのでいけると思うんですけどね。でこの貝も松部貝と一緒で、この袴のここですね、こうプクッとしてますよね。ここの中に油が入ってます。黄色い油が入ってますので、これですね、この両サイドにありますよね、これは取っちゃいます。でこの細長いやつも僕取っちゃいます。これ食べれると思うんですけど、なんとなく取っちゃいます。で白いやつなんで取るかというと、テトラミンっていう成分が含まれておりまして、食べると頭痛くなったり、なんかちょっとお酒に酔っ払った状態、酩酊感があったりだとか、あと吐き気とか目が痛くなったりだとかね、そういう症状を発病する可能性がありますので、まあ、唾液腺は取った方がいいと思います。まあこのぐらいの量だったらよっぽどそこまではなんないと思うんですけど、まあ、一応ね取った方が気持ちがいいものかなと思います。僕もこれ粒貝そのまま丸ごと焼いて、ここも食べたことありますけど、量が量なんでそういう症状は出たことないんですけど、まあでも一応取った方がいいですよ。そしたらまずはお塩、お塩でぬめりを落とします。ざっくりとしたぬめりを取っていきます。
あ、すげえ、まだ生きてる生きてる。コリッコリですね。特にここですね、巻き貝のお刺身作る際は幅広いところ、ここがぬめりが強くて汚れも一番ついてます。貝はここを地面につけてニョキニョキニョキっと歩いてますので、で二枚貝はここきれいに洗ってください。ほら、もうぬめりがいっぱい出てきましたね。粒貝はね、特にきれいにしたい。はい、きれいになりました。これでもだいぶいいんですけど、さらにお水にお酢を入れます。お水とお酢の半々ぐらいのものにつけて洗います。そうするとお酢の作用で粒貝の残ったぬめりが凝固して取れていくんですよ。これやるとめちゃくちゃきれいになります。ぜひお試しください。ではお刺身作っていきます。煮沸消毒した貝殻、これを冷やしていきます。そしたらお皿に、今日は大根のつまの代わりに人工海藻を使います。これ好きなんですよね、このキラキラしたやつで。高めもこういう感じに姿作りっぽくしておきました。で、大葉を敷いて、でこちらに切っていきます。まずは粒貝、でこの細長い、ここにも油みたいなの入ってるんで、これも僕はね、これ取っちゃいます。お刺身でも安心して食べれます。お、まだ生きてますね。でここに乱雑に盛り付けます。もう貝の中から飛び出ちゃったような盛り付け。次は高部ですね。高部も切って盛り付けていきます。で炙りはこういうふうにコロッと切ります。で隙間をちょっとこういったもので埋めて、食用菊とかほうじそも添えて、で貝にはすだちが合いますので、すだちを横に添えたら、はい、こちら高部とセイタカエゾボラの2種盛りの完成。では次はマグロ丼を作っていきましょうか。今日のメインですね。で酢飯を作っていくんですけど、マグロは普通に白米で食べてもうまいんですけど、やっぱりね、僕はね、赤酢が好きなんですよ。これ赤酢とこの白酢、どういう違いがあるかというと、まあ要するに原料ですね。白酢は、これはお米を主な原料として作られてます。米酢とも言いますね。で、こっちの赤酢はですね、これは酒粕を原料として作られてます。昔お米が高かった時代は、この米酢っていうのはもう超高級品でした。なんでこの酒粕を使った赤酢が代用されることが多かったんですよ。今はその逆ですね。米酢より赤酢の方が高価なものとなってきましたね。やっぱお寿司ブームっていうのもありますしね。赤酢のシャリはとてもマイルドで美味しいです。なんで今日はこちらの赤酢を使って酢飯を作っていきますね。そしたらこの炊きたてのお米、こちらを入れてちょっと固めに炊いております。でこのほかほかのうちに赤酢を入れたいんですよ。そうじゃないとお酢がお米に入っていかないんですよね。で少しお砂糖とお塩入れました。さーっと入れます。まんべんなくお酢を米にまとわせます。気持ちシャビシャビかなっていうぐらいでも意外と水分飛びますんで大丈夫だったりします。まあでもこれ難しいんですけどね、このシャリがね。でちっちゃい桶でコネコネやるより、こういうね大きいやつでさっさっさっさ切った方がまんべんなくお米に酢が回りますね。お米を潰さないように優しく扱う。はい、これで美味しい赤酢の酢飯ができました。この段階でもすげえいい匂いがする。で、今日はこれだけじゃなくて、ここにガリですね。ガリを刻んで、で、ここに入れちゃいます。ガリも混ぜ込む。これやるとめちゃくちゃうまいんですよ。マグロと最高に合います。この単調な酢飯じゃなくなるんですよね。ガリのシャキシャキっとした食感とこの爽やかな風味もプラスされますんでね、なんとも言えないマグロ丼が出来上がります。よし、これで飯の完成ですね。じゃあ丼に乗せていきましょう。そしたら本日の主役マグロですね、こちら切っていきます。まずは中トロですね。
そしてお次は赤身ですね。そしたら次はキュウリですね。キュウリをまずは半分に渡して斜めにカット、ちょっと薄めに。そしたら丼に乗せていきます。今日はお椀からはみ出ちゃうスタイルでいってみますか。ここポイントなんですけど、中トロ赤身、中トロ赤身交互に盛り付けてグラデーションを作っていくと、これがとっても映える料理ってなんか外れることが多いっていうイメージなんですけど、このマグロに関しては素材がいいので映えさせたもん勝ちみたいなとこありますよね、マグロだけはね。そしたら大葉をここに1枚引きます。やっぱり緑が入ると綺麗ですね。でここで私のこだわりポイント、丼って後半飽きてきません？単調だなって。で今回マグロ丼なんでマグロしか入ってないんですよ。そんな時にツルツルっとこう食べれちゃうようなアシストをする食材、それをこの真ん中に入れます。それがこちら、メカブですね。これ入るとメカブがマグロと酢飯の間のいい緩衝材になってナイスアシストをしてくれるんですよ。で香りも良くて美味しいので最高です。でキュウリやなんかもこうね添えちゃったら、はい、これで気まぐれクック特製究極の生マグロ丼の完成。はい、じゃあ完成、いただきます。よし、食べていこう。豪華なのができたね。こちら天然の生本マグロ丼と、こちら大ズワイガニのお味噌汁も作っておきました。市場で買ってきた刺し盛りですね。よし、食べていきましょうか。お皿にお醤油を入れて、じゃあまずは僕の大好物の貝いきますか。ちょっとすだちを垂らして柑橘の風味つけていただきます。うまっ。味は松ぶ貝とほぼ同じですね。松ぶに比べて少し柔らかいかなっていう印象ですね。めちゃくちゃ美味しい。この貝、この粒貝っていうのは噛めば噛むほどこの貝の旨味が出てきてうまいですよね。これわさびで食べてももちろん美味しいんですけど、あのホースラディッシュ、西洋わさびですね、あれで食べてもうまいんですよ。すっげえうまい。次は高部ですね。この油すごいですよ。じゃあこちらいただきます。あ、うまっ。あっさりだな。これバターこってこてなんでもっと油強いかなと思ったんですけど、全然サラッサラ、おいしい。で身も柔らかくて甘みが乗っててうまい。次はこちら炙り、炙りいただきましょう。いただきます。うわ、これは炙りです。皮目に油がすごいわ。でもやっぱり綺麗ですね、油が。これ主食何食べてるんだろう。これプランクトンとか藻を食べてる魚なのかな、イスズミ系の魚なのかな。なんか密室的にはそんな感じですね。美味しい。でこっちの油を楽しんだらこっちのエリアに行って粒貝のコリコリを味わうと、ちょっと油欲しくなったらこっち食べると、最高の2種盛りですよ。ではこちらをいただきましょうか。生本マグロ丼と大ズワイのお味噌汁、まずはお醤油をかけます。さーっとこちらいただきます。まずはそのままで赤身のエリアを。うんまっ、完璧、何一つ無駄がない。まずこの酢飯ね、ガリが入った酢飯、これがね最高にうまい。まあでもマグロのこってりとしたお味をいい感じに抑制して良さを引き出してくれてますね。でも天然の生本マグロなんで油臭さというものが一切ありません。油くどくなくてすごくうまい。この天然の生の本マグロってコースで2万円3万円する回らないお寿司屋さんも使ってるネタですからね。回らないお寿司屋さんで食べたらこのマグロ一切れ握りにしていただくと本当に1貫1000円とかいくところもあると思います。そのぐらい美味しいクオリティですね。ほんで少し味変したいなと思ったらメカブ引っ張ってきたり、このキュウリ引っ張ってきたりして一緒に食べるんですよ。さっぱり、飽きがこんねー。このメカブとマグロの相性最高です。
うん、これは僕が思う最高のマグロ丼ですね。で、口休めでこのオオズワイのお味噌汁。オオズワイガニというのはですね、今北海道の方で大発生しているカニでございまして、このカニ自体はもっと大きくなるカニなんですけど、まあ、大量発生しているのがこのサイズなんですよ。で、あんまりにも大量発生するもんだから、いつもカレイを取ってる漁師さんとかツブ貝を取ってる漁師さんの網やカゴにこのオオズワイガニが大量に入ってしまって網をダメにしちゃうんですよ。オオズワイっていうのはトゲがすごいので網にかかった魚や貝類をボロボロにしちゃうんですよね。かといってこのいきなり大量発生するもんだから知名度もないし販路が確立されてないんですよ。でもこのカニズワイガニと遜色ないぐらい味がいいんですよ。というわけで僕もこの前少しでも漁師さんのお力になれればなと思い浜湯で直送で販売したところ、なんと60トン、視聴者の方が購入してくださいました。本当にありがとうございます。で、その味をもう一度ということでね、こちら作ってみました。あ、うまいわ。本当にいい出汁出るよね。で、味噌もチューチュー吸えるんですよ、ね、味噌の味もいいんですわこれが。そしてですね、なんとこの度今日僕が作ったこちらの究極の天然の生本マグロの赤酢丼とこちらのオオズワイガニの赤だしのお味噌汁、私キッチンカーの方で販売することになりました。3日間限定やりますよ。僕が所属する事務所が食フェステッペン飲食を開催することになり、そこに僕の完璧監修でキッチンカーが出展されることになりました。もうしっかり東京まで足運んでね、スタジオでこのように味見に味見を重ねて、いやこれはもうちょっとこうした方がいい、いやちょっと砂糖多いね、もうちょっとマグロこうした方がいいねとかね、いろいろわがままを言って実現した企画でございます。日にちが6月の14日の金曜日から6月の16日の日曜日までの3日間、毎日午前10時半から19時まで開催しておりますよ。場所の方はですね、お台場にあるシンボルプロムナード公園内セントラル広場でございます。あのガンダムがいるとこですね。で、私気まぐれクックのほか竹島たけしさんやとっくんさんが参加しております。で、僕ら監修メニュー以外にも20店舗ほどのキッチンカーが出店しております。もうお祭りですよね、食のお祭り。様々なメニューが目白押しですので、ぜひ皆さんもお腹すかしてきてくださいね。ペッコペコでいきましょう。もう前日飯抜きでいきましょう。僕も毎日おりますので、皆さんに会えるのを楽しみにしております。まあ、ちょっとね、時間は最初から最後まではおれないと思うんですけど、お昼時とかは店に立ってますので。そして僕が監修したメニューは、先ほども説明しましたけども、一品目は天然の生本マグロの丼でございます。今日の撮影はかなりドシッと作りましたけど、当日はもう少しスモールな一人前でご提供させていただきます。でも贅沢に生マグロをね4切れも使用しますので、回らないお寿司屋さんで食べたら1貫500円から1000円ぐらいするマグロですのでね、そちらのマグロがね1杯2000円は正直お値打ちなんじゃないかなと思います。でもこちらのメニュー完璧再現しました。山吹の赤シャリにガリを混ぜ込んで、キュウリも大葉も美味しいメカブも乗っけてあります。サイズは少し小さめになってます。あんまりね大きいと僕の店舗だけでお腹いっぱいになっちゃいますんでね。そしてなんといってもマグロですよ。マグロをめちゃくちゃこだわりました。マグロはなんとですね、あの山行さんのマグロを使用させていただきます。もうめちゃくちゃ高級よ。もうキッチンカーで出すようなクオリティじゃないんですよ、ぶっちゃけ。でも僕これじゃなかったらやりたくないですって言ったぐらいここにこだわりたかったです。下手ななんかその揚げ物とか出すぐらいだったら、もうこういう本当に皆さんが僕の動画で、あ、美味しそうって思ってくれるような商品を出したいなと思って、もうそこはこだわり抜きました。赤酢のまろやかな酸味とマグロのハーモニーをぜひお楽しみくださいね。で、2品目がですね、こちらオオズワイの赤だしです。やっぱり汁物欲しいですよね。オオズワイがね丸ごと入っております。だしもすごく出てますのでね、うん、ちょっと上のマグロだけなくなっちゃってご飯しかなくなっちゃったりだとかしたら、ご飯とこれでうまい。味噌は僕の好きな赤味噌を使用しております。ものすごく美味しいのでね、こちらもぜひご一緒に注文していただけるととってもとっても嬉しいです。てかぜひ注文してください。やっぱ汁物があった方が丼っていうのは美味しくなりますんでね。そしてですね、僕がやってる EC サイト金子道具店のブースも出店いたします。で、物販スペースでは今僕が着てるこの英語の文字がかっちょいい白 T、 これ実はよく見るとさばいていくって書いてるんですよ。結構ね刺繍もしっかりしてて、生地すげえこだわったんで、これから夏の季節とかもうこれ一枚でバッチリ決まっちゃうと思います。ほんでこれかなり気に入ってるんですけど、これこの気まぐれブルー持ったこの僕の全体図みたいなのがイラストされた黒 T、 これ
めっちゃかっこいい。最近めっちゃ着てます僕これ、プライベートでも。気まぐれブルーのとこがちょっと青くなってるのがまたポイントですね。こちらの2種類販売しておりますので、数量限定で。そんなに用意できなかったんで多分すぐ売り切れちゃうと思うんですけど、買えた方はラッキーですね。本当に皆さんとこういうお会いできる機会が嬉しいのでね、場所は東京になってしまうんですけどね、金土日僕3日間お昼時はね毎日いますので遊びに来てくださいね。というわけで今日はこちらの大ズワイガニの赤だし、天然生本マグロの丼、そしてお刺身の西盛りときましたら、お飲み物こちらでいきたいと思います。せーの、じゃん、ギロのやつ。正直早く飲みたくて仕方なかった。よし、最近うまいっすよね僕。ほら七大さん、いただきます。うめえ。これ食フェスでビールも飲もう、キンキンのやつ最高だろうな。そしてクリ食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は市場で面白い魚屋さんを見つけましたので、そこで売ってるちょっと変わったお魚を使って2種盛り、そして僕の考案究極の天然生本マグロの丼作って食べてみましたけども、どちらも最高でしたね。海鮮ってうめえね、魚ですわ。高めすごく美味しかったですね。あれ塩焼きにしてもものすごく脂があってふわふわしてて美味しいと思います。でセイタカエゾバイはもうほぼつぶ貝ですね。あれも最高にうまい貝ですね。でやっぱつぶ貝系は意外と強いですね。むき身にしても1日2日生きてるぐらいの貝なので、冷蔵庫に入れとったら3日4日ぐらい生きてますね。いやとっても美味しかった。もうでマグロ丼本当に美味しいんでぜひ食べに来てほしい。本当に味完璧に再現しましたんで、酢飯の分量とかガリの量とか、あのマグロの品質ももう山行さんから引っ張ってきてるんで、もう間違いないです。そこら辺のマグロとはまたわけが違いますので、これがね2000円で召し上がれるのはとてもお値打ちだなと思いますよ。で大ズワイガニ もう豪快に切ったものがねゴロッと入っておりますので、ぜひそちらも一緒に頼んでみてください。そしてなんと今回てっぺん一食に明治さんの明治プロビオヨーグルト LG21 がメイン協賛についていただくことになりました。明治さんありがとうございます。ミニは LG21 大ファンです僕普通に僕スーパーで買って食べてます。 LG21 ですが、胃には LG21 ということで、一時的な胃の負担を和らげるという機能が報告されている LG21 乳酸菌を使ったヨーグルトになっております。皆さんあまり意識されたことないと思うんですが、こう仕事でプレッシャーを感じてしまう時とか、人間関係でちょっと悩みを抱える方とか、そういう方特に胃に負担がかかっているみたいです。知らず知らずにね、僕も正直ありますよ。あんま話したことないんですけどね、船を運転してて岸に駐車するとき、あそこめっちゃプレッシャー感じて胃がうーってなります。波とか風も読んで、それに合わせてこう流してバック入れたりだとか、こうハンドル回したりだとか、僕の止めてるマリーナが止めにくいとこなんですよ。この字のところに入ってさらにこの字のところに入れなきゃいけないっていう、すげえ難しい船の係留場所なんですよ。でそこ止めるときね、もうマジがキリキリするんですよ。そういったときに取り入れたい商品ですよね。美味しい食事を楽しむ際にも胃の健康っていうのは切っても切り離せない存在だと思いますので、もうそういう面ではまさに今回の食フェスのベストパートナーかと思いますよ。明治さん本当にありがとうございます。そんな LG21 と一緒に当時さん、皆さんもてっぺん一食でたくさん料理を楽しんでくださいね。僕のマグロ丼、カニ汁以外にもね、スイーツからお肉からお魚からいろんなキッチンカー出てますんでね、お腹ペコペコで来てください。でとっくんとたけしさんの料理もね、僕試食会の時に味見したんですけど、あいつらやりよる。ぜひそちらの方も召し上がってみてください。はい、というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。